ちょっとつよしくん、あなた何勝手に休んでるのよ。え、サボってないで早く会社に来なさいよ。今は繁忙期なのよ。お疲れ様です、園田社長。すいませんが今日は体調不良で休ませていただいています。繁忙期に休んでしまい申し訳ありません。体調不良で休んでるのは他の社員から聞いてるわ。確か高熱が続いてるそうね。あれ、話を聞いていたんですか？ええ、でも私は納得がいかないの。どうして高熱くらいで会社を休まないといけないのかしら。熱があっても仕事くらいできるわよね。え、症状は熱だけなの？そうですね、特に咳や鼻水はありませんので、40度の高熱とそれによる倦怠感ってとこでしょうか。うん、なら問題ないわね、つよしくん。あなた今すぐ出社してきなさい。え？熱なんておでこに冷えピタ貼っておけば大丈夫よ。だから今日の休みは認めません。出社しないと無断欠勤扱いで給料から天引きよ。ちょっと待ってください。そんな40度の熱があるのに仕事をしろって言うんですか？そんなの無理ですよ。休ませてください。大丈夫大丈夫、病は気から。無理だって思うから無理なのよ。だから逆に僕はできるって思えばきっとできるわ。そんな横暴な。とにかく今は繁忙期で納品の数も多いのよ。工場の方も人が足りないし早く来てちょうだい。それ先月も同じこと言っていましたよね。その結果僕は30連勤で今体調を崩しているんですよ。何よ、その分先月はしっかり残業代を出したじゃない。あれだけ働いてたった3万でしたよ。それをしっかり出したと言うんですか？あ？あんたね、社長に対してなんて態度なの？たった3万でも出してもらえるだけありがたいと思いなさいよ。こっちは高卒のバカを宿ってあげてるのよ。ちょっと高熱で気が高ぶっているみたいです。態度が大きすぎましたね。あは、私わかったわ。つよしくん、あなた今日の休みはずる休みでしょう。え？先月の30連勤や残業代に対する私への当てつけね。先月あれだけ働いたんだから1日ぐらいずる休みしてもいいだろうって思ってるんでしょ。それは違います。僕は本当に今高熱が続いていて。はいはい、そういう設定ね。ほんと底辺学歴ってそういう浅知恵しか回らないのよね。はい、中卒高卒はバカしかいないし安く雇えるのが素敵だけど、こういうずる賢さがあるから面倒なのよね。そうだわ。ずる休み対策として罰は連帯責任でもしちゃおうかしら。え？あんたが今日ずる休みした分はあんたではなく他の社員の給料から天引きします。うんうん、これはいいアイデアだわ。ちょっと待ってくださいよ、僕の休みに他の同僚は関係ないじゃないですか。っていうか本当にずる休みなんかじゃないんですってば。熱が40度あるんです。証拠に体温計の写真でも送りましょうか？ああ、ダメダメ、私はそういうの信じないタイプだから。どうせ脇をこすったりして無理やり熱を上げたんでしょ。そんなことしませんよ。どうだかね、底辺学歴の人って何をしでかすか分かったもんじゃねえし。じゃあ今から病院に行きますよ。それで診断書を書いてもらいます。看護師さんに熱を測ってもらってその様子を動画で撮りますよ。ああ、病院に行く元気があるなら会社に来なさいよ。こっちは繁忙期だって言ってるでしょ。え、だいたい診断書とか書かれても信用ならないっつーの。あんなの金さえ出せば医者はすぐ書いてくれるものでしょ。てなわけで今すぐ会社に来てね。今日中に納品200個必要で大変なのよ。そんな、僕40度の高熱なのに。ちょっと同じことを何度も言わせないでちょうだい。子供じゃないんだから熱ごときでガタガタ言わないの。熱があろうとなかろうと大人は働く、高卒の低学歴社員は特にね。そんな、何、そんなに働きたくないの？ならずる休みをしても構わないのよ。その分責任を他の社員に負わせたらいいだけだもの。もう横暴すぎてむちゃくちゃですよ。園田社長、もう少し社員を大切に扱ってください。高卒だとか低学歴だとかは関係ないじゃないですか。大切に扱ってほしいならとにかく私の言うこと聞いて働き続けなさい。学歴もない底辺社員にはそれくらいしかできないんだからさ。さすがにそれはひどいんじゃないですか。どこがひどいのよ、事実でしょうが。
これからずる休みしたら罰として給料は他の社員から転引き。40度の高熱でも働くのが底辺社員の働き方なんだからね。それが嫌ならみんなに迷惑かける前にやめちゃえば。ではやめますね、全員で。え？もう限界です。こんな会社やめてやりますよ。社員を見下し、存在に扱い会社なんて、僕は耐えられません。ちょっと待ちなさいよ。あんた一人が辞めるのは別に構わないけど、全員で？はい、社員全員で辞めます。僕一人が辞めたところで他の社員にしわ寄せが行くだけですからね。あんたね、高熱で頭いかれちゃったんじゃないの？底辺社員のあんたたちが働き得るの場所は、うちの会社くらいなのよ。頭がいかれたのはこの劣悪な労働環境です。むしろ高熱のおかげで正常な判断ができましたね。ふざけんじゃないわよ。そんな、社員が一斉に退職だなんて。そんなんでどう会社を回すのよ。知りませんよ。それを考えるのが社長のあなたの仕事でしょ。逆に聞きますけど、まさか見下す高卒社員に考えさせるんですか？それって社長がいる意味ってありますか？働きもしない、考えもしないって高卒社員以下じゃないですか。なんですって？普段はふんぞり返っても別にいいですよ。でもこういう時に考えて判断するのが社長の仕事でしょ。学歴関係なく、大人なら自分の立場の仕事をきちんとしてください。何よ、急に強気になっちゃって。辞めるからって随分生意気なことを言うじゃない。そうですね、いざ辞めるとなるととても清々しい気持ちです。別にあんたたちなんか辞めても私は困らないもんね。底辺社員なんてすぐに替えが利くんだよ。あんたたち全員がいなくなっても何も困らないんだよ。むしろ困るのはそっちの方なんだから。僕たちですか？そうよ、高卒中卒の底辺社員たちに転職先なんて見つかりっこないわ。ノリで辞めたこと絶対に後悔するんだから。では後悔しないように頑張ります。学歴もない僕たちは頑張ることしかできないんで。ほんだ、後でやっぱり働かせてくださいって言っても遅いんだからね。絶対の絶対にあんたたちなんて雇ってあげないんだから。久しぶり、つよしくん、どうかしら。あなたを一日だけ雇ってあげてもいいんだけど。あれ、二度と僕たちを雇わないって言ってませんでしたか？それはそうなんだけど、ちょっと急ぎの大量注文が来たのよね。私一人じゃ無理だし、臨時作業員を探してるの。あれれ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 れ、僕たち底辺社員の会話すぐに見つかるはずでは？見つかるけど、その前に大量注文をさばく方が優先なの。底辺には分からないだろうけど、物事には優先順位ってものがあるのよ。なるほど、そういうことでしたか。だから元社員のよしみで声をかけてあげたの。どうせ転職先も見つからず暇してるんでしょ。底辺に貯金なんてないだろうし、一日雇ってくれるだけでもありがたいわよね。喧嘩別れした元社員を気にかけてくださるなんて、ずいぶんお優しくなりましたね。何言ってるのよ、私は元から優しいわ。じゃあ早速今日会社に来てちょうだい。あ、日給は1日1000円でいいわよね。え、たったそれだけですか？それだけでもあなたにはありがたいでしょ。無職の底辺元社員にはさ、全言撤回です。昔と変わらず全然優しくないですね。バカな底辺社員には優しくするだけ無駄だっつーの。あの時私を怒らせたことを後悔している頃でしょ。一日だけ雇ってあげるから日給1000円で喜んで働きに来なさいよ。今は会社経営で忙しいので。え、だから結構です。お誘いはありがたいですが、そういうことですので失礼します。会社経営？ちょっと待ちなさいよ。あんたが会社経営でどういうことよ。どういうことも何も、園田社長と同じことをしているだけですよ。会社を作って僕が社長となって経営しているんです。あ、高卒のあんたが社長ですって？高卒だからこそってやつですかね。また劣悪な労働環境で働くなんてことになったら嫌ですからね。同僚たちと相談して、それなら一層自分たちで会社を作ろうってなったんです。え、即戦力の社員は揃っていますからね。ノリと勢いで立ち上げた会社ですけど、なんとかやれていますよ。始めた途端に仕事が舞い込んできたりしていますし。あんたに仕事が？
高卒社長に頼む人たちがいるっていうの？それがいるんですよね。急ぎの仕事で困ってる人が案外いるもんですよ。取引先の仕事が遅すぎるからやってくれないかとかね。え？特に最近依頼があった会社はかなり愚痴っていましたね。真緑工業はもうダメだ。社員に逃げられたそうだから次の依頼先を探している。で、今後はうちへ乗り換える前提でお話し中ですよ。真緑工業ってうちのことじゃないな。待って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 、もしかしてその急な依頼をしてきた会社って薄紫商事だったりする？よくわかりましたね。今月中に部品納品100個って言われています。それって私が任されてる仕事じゃないの？あらららら、もう納品が間に合わないと思われているようですね。どうしよう、このままうちが本当に納品遅れたら信用は片落ち、あんたたちの会社に契約を取られちゃうじゃない。こっちは社員の数も確保できていますし、納品が遅れることなんてありませんからね。ごっそり社員を引き抜いたくせに調子に乗ってんじゃないわよ。引き抜きだなんて失礼ですね。僕が辞めると連絡した時にみんなは勝手についてきただけです。僕は一度も誘っていません。みんなが辞めたのは社長の人徳じゃないでしょうか。なんですって？では納品作業がありますのでこれで失礼します。会社経営して分かったことは、世の中は学歴より結果重視ってことですかね。僕たちも誰にも舐められないように結果を出して頑張りますね。結局園田社長は納品が間に合わず今月で契約打ち切りを告げられたそうです。そして僕たちが代わりに長期的な契約を結ぶこととなりました。その他にもちょくちょくと仕事も増えて会社経営は順調です。いずれは園田社長の会社を買収してさらに大きい会社にするのが今の僕たちの夢となっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。